今回は大山ドラの末期はいろいろとあれだって聞いたけどどんなだったの？に対するみんなの反応集をご紹介します。それではどうぞ。見てたはずなのに全然覚えてないから、当時のこと覚えてる人は教えてくれ。画像はアニマンにまとめられたスレのサムネだが、あまり語ってなかった。本編じゃないけどエンディングが全然ドラえもんっぽくない曲だったな。なんかナマズが出てくる歌。つんくさん関係でいろいろ裏話はあるが、そこは別のところ調べてくれ。作詞作曲つんくさんだったの？今初めて知ったわ。しかもそんな裏話があったとは。やっぱりというか、印象に残っている破人結構多めなんだね。声の劣化がね、ガラガラ声すぎた。三色の耳ドラが出てきたのもこの辺だったっけ？東京プリンが歌ってた時の OP 映像に当時困惑した記憶が。歌は好きなんだけどな。正直、別紙さんは何がしたかったのかと思うぐらいで、テコ入れに失敗した感があった。いろいろな思惑が都合があったにせよ、ポットでの流行歌手やアイドルに劇場版やテレビアニメの主題歌を歌わせたり、話や演出がどんどんオーバーになっていったり、評判悪いのも仕方ないってレベル。ナマズに関しては、これが最終回に流れるのは我慢ならないから、青空っていいな、か、青い空はポケットさ、を流すように署名しよう、なんて流れもあった。ただ、最終回の、ドラえもんに休日を、のリメイクはひどかったけど、レギュラー最終回の、45年後、は見事な出来で、作ろうと思えば普通に作れたはずなのになぜか暴走が止まらなかったのよね。弟子さんボケてたんじゃねえかと思う。オリジナルの秘密道具の質が悪かった気がする。単純に性能が悪かったり、本来の用途と関係ない欠陥がついてたりで取ってつけたようなオチが多かった。例えばコウモリキャップ、導きエンジェルみたいな正しい選択を教えてくれるはずの道具はいい通りにしていてもバッドエンドになって、コンピューターの想定範囲外と言われて突き放されるとか、2匹目土壌、旅館中や採用馬みたいなロボットタイプの道具は使った後に食べ物を与えないと巨大化して暴れ出すとか。ワンニャン時空伝は作画演出含めてすげえ良かったんだけどな。末期ドラえもんってそんなにヤバかったの？DVD 化されてないから、どんな作風なのかネット上の画像を見ることでしか試案できない。当時を知ってる方がいれば教えてください。これなんだっけ？東京プリンのドラえもんの歌。カオスすぎて当時は爆笑してたけど、今見るとドラえもんらしくないなと思った。見てみたいな。自分も記憶薄れてるけど、なんか熱出した時に見る妙にハイテンションな夢みたいなノリだった気がする。末期に比べたら水蓮ドラの方が良いな。大山ドラ最終回のドラえもんに休日を和解しすぎだと。一度見たことあるけど、なんというか古いカートゥーンのノリが混ざってて、ぶつかると身体が変形したりするようなやつ。テンポもそんな良くなくて素材の味が丸ごと死んでたな。正直ひどいというほかなかった。どうして最後のエンディングが夢日和を差し置いて、あ、いいな、何です、どうして。夢日和は末期の両親だったわ。こんな雰囲気だった。大山も水田も両方経験したってか、ちょうど世代交代あたりにガキだったからこの辺も見てたけど、大人になっても唯一覚えてる ED だわ。なんで急にナマズ？というのが当時の感想だった。まるでずっとレギュラーキャラだったかのようなナマズの存在。なんだこれって思ったな当時。あと微妙にナマズがはぶられてるというか、とてこめてなくて、他のキャラも何か感じ悪いリアクション取るわで、ちょっとってなった。初見で結構いいなって思ったんだけど、これ何がそんなに不評なんだ？ナマズがいること？どうでもいいことだけど、ハッシュタグ今の小学生は知らないってタグあまり好きじゃないな。エンディングはアルフィーのやつが好きだった。末期ノブドラの末期症状感はよくやり玉に挙げられるけど、正直初期はサドラもかなり手探り感あったよな。 OP もタナシのドラえもんの歌からハグしちゃおだし。僕はハグしちゃお好きでした。ふんど、ハグしちゃおは名曲だわ。明るいし、あの辺の話も面白かったし、タンポポの詩は歴代エンディングでもトップクラスに好き。
うっすらとだけど、なんか大変なことが起きて、ドラえもんが混乱して大変だってサンバみたいなダンスして、その後のビタが飛び上がって大変だって叫んだら、どうするのビタ？みたいな大きなテロップが出たのを見た記憶がある。本当におぼろげなので本当にあった話なのかは確信が持てないけど。これかな？その話の中で特に悪ノリがひどかった場面がこんな感じだったけど、パパが走るシーン一連もかなり変だったり、撮影部分もだいぶ違和感あった。マンネリ化を避けようとしたけど作品自体のイメージを損なった印象。自分の幼少期の記憶だとビデオで録画したやつをずっと見てて面白かった記憶があったが、マッチの放送リストみたいな画像を見てよくよく思い返すと原作のエピソードを元にした傑作選を録画したものだったわ。くさ。ドラえもんが鬼の形相でサッカーボールを握りつぶししてたのが確かこの時期だったと思う。ミニドラ救助隊は1994年だから後期くらいじゃない？リアタイで見てたはずだけど思い出せない。マッチっていつ頃のことなんだ？90年代に見てたドラえもんズ世代だとマッチしか見てない世代になる？ガチ黒歴史なあたりある意味マッチなのかもしれんが。ついてくぎるなら21世紀以降じゃないかな。大山マッキのエンディングだと、タンポポの詩、夢日和、また会える日までの順に好きだったな。まあ、3曲とも名曲だけどね。マッキなら2人の静香ちゃんは面白かった。この世の終わりみたいな宅飲みしてそうだな。もしかしてこの時期のなの？なんならナマズの ED しか覚えてない。それ以外はもう朝ドラ。ナマズは悪い意味で印象に残ってるからね。最終回のエンディングがよりによってナマズだったし。マッキからわからんが、歴すぎがムキムキの中国拳法の達人みたいになって、そこが今返り討ちにしてくれるとか言ってポール決めた回はすごく印象に残ってる。子供ながら迷走してた感と説教に多い話多かった記憶ある。長期アニメはマンネリ化の人気低迷との戦いだよな。ドラえもんは世代交代もとかファンの推移とかうまくいった方だと思うけど、マルコが今似たような段階な気がするんだよな。ドラえもんは未来決まってるからたまに攻めた話を今でもできるけど、クレシンは未完だから松坂先生見ると報われないと思ってしまう。幽霊屋敷に入ったらお化けがいたけど、実は指名手配中の泥棒で、そいつを警察に突き出して帰ろうとした時にのび太が振り返ると屋敷の窓から本物の幽霊がこっちを見てた話があった気がする。ロボット裁判所までは定期的に見てて、タイトルコールピンク以降はちょっとスネ夫のロマンスとか良い話はあるが、優しさのプッシュが結構激しかった記憶ある。心配性な上に注意できないドラえもんとか、妹思いの兄描写されるジャイアンとか、